販売した軽自動車である商用モデルと乗用モデルがあり、商用モデルは軽ボンネット版、乗用モデルには2ドア、4ドアセミノッチバックと3ドア、5ドアハッチバックがある。1985年9月10日に軽ボンネット版として発表された。CM 出演者は今井美希。初期の CM ソングは、はぐれそうな天使、丸型ヘッドランプは、 エンジンフードとフロントバンパーにまで食い込み、リアコンビネーションランプはリアバンパー内に設置、またフロントワイパーはシングル式とユニークな仕様で全体にスラントショートノーズデザインのスタイルが印象的な車である。シリンダーが水平近くにまで前傾されたエンジンの下にデファレンシャルギアを配置することによってエンジンルームの全長を抑えて広い室内空間を 実現していた。同社の CRX よりも長い 2330mm のホイールベースと広いトレッドにより最小回転半径は大きかったものの当時の軽自動車を凌駕する操縦安定性を確保していた。いわゆる MM 思想に基づき開発されたこのレイアウトの発案者は後のホンダ技研四代目社長でもある川本信彦であった。 エンジンは A 型エンジンのみのラインナップ。当初は新たに直列3気筒もしくは4気筒エンジンの開発を企画していたが予算も限られていたことからアクティ用の2気筒エンジンをチューンして搭載する。組み合わせられるトランスミッションは4足 MT とホンダマチックの2種。1987年9月には G をベースとした特別使用者へ5足 MT も 搭載された1987年2月20日、M に女性向け装備の追加や専用色を設定した限定車ポシェットを発売。当初は限定車であったが、1990年のマイナーチェンジの際に通常グレードの一つとなった。1988年2月8日にマイナーチェンジ。エンジンを直列3気筒の E05A 型に変更し、 電子燃料噴射式エンジン搭載車も設定。なスポーツ路線を進むことになった。ライトの形はそれまでの丸目から角目へと変わり、2代目シティの縮小版的なエクステリアデザインになった。ホンダマチックが3速フル AT に進化した。グレードは GMF スポーツモデルのリト・リゼット。オプションで電動サインルーフも選択できた。 なお、一部グレードにおいて、K では、異例の完全組み込み式のパワーウィンドウや、リモコンドアミラーも設定された。また、点火方式が、フルトランジスタとなった。テールランプは後に、アクティのバンとバモスホビオに流用された。1988年3月10日に、ライフ以来の常用モデルが追加された。グレードは、XG よび PGM、ファイエンジン搭載の、 ズティー。しかし、後の物品税廃止により、常用グレードの拡充を図るために、GXL が追加される。1990年2月23日に、軽自動車の規格変更に合わせ、マイナーチェンジが行われた。全長が 100mm 伸ばされ、合わせてデザインも変更される。エンジンは 660cc の E07A 型が搭載される。さらに、 リアサスペンションを新開発の独立喧嘩としたリアルタイム 4WD 車を1ヶ月遅れで追加。乗用のグレードはシーズンと p g m ファイエンジン搭載のクキシー。商用は QF とシーズン L。1991年の一部改良でパワーステアリング装着車が設定された。1992年12月に乗用モデルの生産終了。 在庫対応分のみの販売となる。九百九十三年一月に常用モデルがフルモデルチェンジして二代目となるのに合わせて企業向けの商用版トゥデイプロのみのラインナップになる。九百九十四年九月商用ユーザーやボンバンユーザーの確保及び二代目前期型の工述する原因による販売不振によりパワーウィンドウパワーステアリングマニュアルエアコン ボディ同色カラードバンパー、ボディ同色ドアミラー、ボディ同色ドアハンドルホイールキャップなどの快適設備を装備し、ボディカラーを5色に増やして、プロよりもグレードを上げることで主にセカンドカーとして使う主婦層をターゲットにしたモデル、トゥデイハミングを発売。これが2代目を上回る人気を獲得し、1998年9月に、 軽自動車の規格が変更される直前まで、継続生産、販売された。先代の乗用モデルは、軽ボンネット版の派生モデルだったが、セカンドカーとして企画され、乗用専用設計として、フルモデルチェンジされる。初代よりロゴは、英称文字を使用したデザインだったが、二代目ではさらに変更され、より女性向けのおしゃれな感覚を表現したものとなる。 サスペンションは方式こそ変わらないものの、より乗用車らしい乗り心地に進化した。CM 出演者は、マキセリホ。1993年1月26日に,に、ドアモデルが発表され、ついで同年5月7日に、トゥデイアソシエと名付けられた4ドアモデルが発表された。先代のハッチバックとは異なり、独立した過失となるトランクを採用した。 セミノッチバック形状となった。これは、初代ミニや、かつて同社から発売されていた N360 や、初代ライフ等で使われていた手法で、ほとんどの積み荷が、日常の手荷物程度であることを理由として、バントは一線を隠す、乗用車を主張していた。しかし、このトランクは工述の得意な、リアサスペンション構造により絶対的なスペースが、 小さく、使い勝手も悪かったことから市場には不評であった。なお、パワーウィンドウは、全席のみであり、4、5ドアモデルの鉱石は、手動式ウィンドウである。エンジンは、先代から継承する E07A 型で、キャブレター仕様の廃止に伴い、全グレードが、p g m i 仕様となった。さらに、ビートに搭載された、 無トラック使用のエンジンをデチューンし搭載したモデルもあった。この無トラックは同機構のスロットル回路とエンジン回転数とで燃料噴射量を制御方法は F1 エンジン等でも使用されているものである。また、無トラック車のみ3本、スポークステアリング、タコメーターが装備される。1996年2月16日にマイナーチェンジ。 不評だったトランクがオーソドックスなハッチバックに変更され、前期型の2ドアモデルは3ドアに、4ドアモデルは5ドアとなった。CM 出演者は、飯島直子に変更。1974年以来の名前を復活し、1997年4月18日に発表された2代目、ライフには、東大の主要コンポーネントが流用され、形式も同じ JA4 であった。 軽自動車規格が変更される直前の1998年9月に3代目ライフに事実上統合される形で製造、販売を終了した。このことを機にホンダのラインアップにおいて機械式立体駐車場に入庫可能な軽自動車が2015年7月に N1 のマイナーチェンジで低前後タイプのジーローダウン プレミアムツアーラーローダウンが設定されるまで一時消滅していた。初代二代目初代モデルは軽さ、重心の低さ、デザインに加え、チューニング用パーツにビートや二代目のものが数多く流用できるため、軽のレースでは人気が高かった。二代目の前期モデルは開口面積が小さいためボディ剛性は後期型より高く、スポーツ走行に向いていると言われ、 現在行われている、K カーのレースでは、前期型をベースにした車両が多い。ルノー・トゥ・インゴに影響を与えたと言われている、このデザインは、車内デザインによるもので、一部で言われた、ピニン・ファリーナによるデザインという説は誤りである。カーデザイナーであるエンリコ・フミアは、ピニン・ファリーナ在籍時にホンダとの仕事で訪日した、際に、初代トゥ・デイを大変気に、入り、 イタリアへ送って、鳥の市街を走り回ったという。さらには、フィアット社にトゥデーを披露し、トゥデーをコピーすれば新世代のチンクエチェントが誕生すると提案したが、実現はしなかった。軽商用車、ホンダトゥデーを発売点火方式は、アクティと異なるポイント式であったため、点火時期調整の煩雑さや指導性の悪さが目立った。 トゥデイ1990年2月から1992年12月生産モデルのカタログリクルート株式会社2020年1月23日閲覧ありがとうございます